皆さん、今回は、賢い人の、とにかく伝わる、説明百式という本をご紹介します。この本は、元ソニーグループシャープの技術者で、後に、中国の国有企業で、100人以上の部下を育成した、深谷由里子さんが執筆した、説明力を高めるためのガイドブックです。深谷さんの豊富な経験から得られた知恵が詰まっており、単なるスキルアップだけでなく、相手の立場に立って考える力を養うことの大切さを教えてくれます。 ビジネスシーンだけでなく、日常生活でも役立つティックスが満載ですので、ぜひ最後までご視聴ください。まず、この本の特徴的なところは、著者が説明力を高めるには、観察が大切と強調している点です。多くの人は、説明力を上げるために、スキルアップに焦点を当てがちですが、深谷さんは違う角度からアプローチします。相手をよく観察し、自分との差や、相手のニーズを把握することが、わかりやすい説明の第一歩だというのです。 例えば、著者が会社員時代に経験した工場見学での出来事が紹介されています。環境対策について説明していた著者に、ある参加者が、工場の屋上から出ている白い煙は何、何有害なものは含まれていないのと質問したのです。この時、著者は自分が伝えたいことばかりを話していて、相手の聞きたいことを伝えていなかったことに気づきました。この経験から、相手の関心事を事前に確認することの重要性を学んだそうです。 また、本書では、イメージの解像度を上げる言葉の使い方も紹介されています。つまり、何々ということです。例えば、具体的にはといったフレーズをうまく使うことで、相手の頭の中に、クリアなイメージを作り出せるのだそうです。例えば、中国の我が家のシャワーとトイレは同じ空間にあり、 トイレの床とシャワーの床は仕切られていませんというだけでなく、つまりシャワーを浴びるとトイレの床も水浸しになってしまうのですと続けるとよりイメージが伝わりやすくなるそうです。さらに形容詞や副詞よりも事実や数字を使うことの重要性も説かれています。少し遅れますという曖昧な表現よりもあと10分かかりますや、今どこどこという場所にいますと具体的に伝えることで相手に安心感を与えられるのだそうです。 本社の面白いところは著者の経験に基づいた具体的なエピソードが豊富なことです。例えば中国で仕事をしていた時の部下とのコミュニケーションの失敗談なども紹介されています。配管の改造工事を指示した際、官僚の定義が著者と部下で異なっていたために起こったトラブルから相手とゴールのイメージを共有することの大切さを学んだそうです。また、提案をする際のコツも紹介されています。 顔の見えるたった一人のために提案することが重要だと著者は言います。例えば、社員が定着せず、採用疲れ、教育疲れを感じている経営者の方へという漠然とした呼びかけより、社員が定着せず、履歴書の確認や面接ばかりに時間を取られている経営者の方へと、具体的に描写することで、受け手が自分ごととして受け止めやすくなるのだそうです。 本書は、旧小構成になっており、心理学を使った説明や、資料を使った説明、プレゼン、メールチャット、オンラインでの説明のポイントなども解説されています。これらの章を読むことで、説明という行為が、仕事をスムーズに進める上で、いかに重要かということに気づかされるでしょう。著者の深谷さんは、32歳の時に、突然工場で技術者として仕事をすることになったそうです。最初は、専門用語もわからない状態でしたが、 少しずつ理解を深め、やがては専門外の人にも分かりやすく説明できるようになっていったと言います。その後、子供たちやメディアに対して、自社の取り組みを分かりやすく説明する業務を任されるまでになったそうです。この本の魅力は、著者の飾らない書きぶりにもあります。いい例えができると、やったと嬉しくなりますといった一文があり、より良い説明を目指して努力する著者の姿勢が伝わってきます。 まるで親切な上司や先輩が近くにいるような温かみのある雰囲気で読み進められるのもこの本の特徴と言えるでしょう。説明力はビジネスの場面だけでなく日常生活のあらゆる場面で必要とされるスキルです。家族との会話、友人との約束、お店での注文など私たちは日々説明をしています。この本で紹介されているテクニックを意識して使うことでコミュニケーションがよりスムーズになり人間関係も改善されるかもしれません。 最後に、この本は、単なるハウツー本ではないということを強調したいと思います。スキルアップだけでなく、相手の立場に立って考える力を養うことの大切さを教えてくれる本です。相手のニーズを理解し、適切な言葉を選び、効果的に情報を伝える、そんな説明力を身につけることで、仕事でも私生活でも、より充実した日々を送ることができるはずです。皆さんも、この賢い人の、とにかく伝わる説明百式を読んで、 自分の説明力を磨いてみてはいかがでしょうかきっと新しい発見があり、コミュニケーションの質が向上することでしょう。